フロリダ州タンパに保存されている r b b x 4 1 3百7号終前後、この客車はかつてペンシルバニア鉄道8267号で、1960年代にはルイスタウンインという名前がついていたマサチューセッツ州ケンブリッジのマサチューセッツ工科大学裏のグランドジャイクション鉄道線に停車中のリングリング、ブラザーズバーナムベイリーサーカスのサーカス列車。 1984年のボストンガーデンでの公演中サーカス列車はサーカス団の移動手段として使われる列車である。1907年にリングリング・ブラザーズ・サーカスがバーナムベイリー・サーカスを買収して設立されたアメリカの有名なサーカス団であるリングリング・ブラザーズバーナムベイリー・サーカスはサーカス列車の最大級の利用者であった。 P.T. バーナムサーカスは大きく成長してきたことから、大きな都市でのみ公演すること、そして列車で移動することを1872年に決定した。P.T. バーナムは、パートナーのウィリアム・キャメロン・クープ及びダンコステロと共に、サーカス用のワゴンを、鉄道の長物車に搭載するシステムを思いついた。貨車に渡しかけた車路と、貨車の間を結ぶ渡り板を使い、 ロープと滑車の仕組みを開発して、長物車にワゴンを乗せたり下ろしたりするようにした。馬を使ってワゴンを引き上げるようにしていた。下ろすのは搭載するときとほとんど同じであり、車路を下るときにブレーキにするために干渉機を使っていた。この仕組みは1872年に初めて使用され、最終期までリングリングブラザーズ バーナムベイリーサーカスがやり方は近代化されたとはいえほとんど同じ方法を使っていた。サーカス団が列車での移動に切り替えた際にペンシルバニア鉄道の長物車を最初に使用していたが形が悪く危険であることが判明した。シーズン中にサーカス団では自分たち用の車両を購入することを決定し PT バーナムサーカスがオハイオ州コロンバスを出発した際に 初めてサーカス団所有の列車で移動することになった。この編成は60両で構成され、このうち19両から45両程度の長物車に、およそ100台のサーカス用ワゴンを搭載していた。サーカス列車は、テント、ワゴン、車両、機械類やゾーライオン、トラウマなどの動物類のような、重い装備、道具、機材類の輸送によく適していることが示されたが、後には、 悲劇的な事故もあった。リングリング・ブラザーズ・サーカスとバーナム・ベイリー・サーカスは他のアメリカのサーカス団を次々に買収してエンターテイメントの世界を独占していくようになった。サーカス列車の最後の時代、これらのサーカス団は2本のサーカス列車で移動しており、一方をブルーユニット、もう一方をレッドユニットと呼んでいた。 これらのサーカス列車は2年間の周期で巡回しており、それぞれのユニットが1年おきに同じ場所にやってくることで、新しい公演をできるようにしていた。サーカス列車の長さは全長1マイルを超え、サーカス団員や動物の飼育員のための乗車スペースもある。動物輸送用の家畜車やサーカス用、ワゴン、機材類、そして現地における、 移動手段となるるバスささえ搭載す長物車も、連結されていた。リングリング・ブラザーズバーナムベイリーサーカスは2017年5月にサーカス列車の使用を最終的に打ち切り保有していた車両はそれからほどなくしてオークションで売却されるか解体されたこれ以外にアメリカ合衆国で運行されている最後のサーカス列車としてストレーツ・ショーズによるものがある サーカス列車が映画化された例として、1941年のダンボ、1947年のファンファンシーフリー、1952年の地上最大のショー、1989年のインディ・ジョーンズ、最後の聖戦、2011年の恋人たちのパレードなどがある。この他、2008年制作のテレビ番組、マットの鉄道万歳。では、 実際に列車に乗り込み密着取材が行われた。ありがとうございます。